この竜雲渡しの運搬用の通路は少しでも変化があれば全体のルートが大きく変わってくる。二人とも道はわかるか？僕はわからないな。私はこっちの方から来たからよく知ってる。私についてくれば間違いないよ。その無口くん、準備ができたら私に教えて。一緒に出発しよう。あんた、私が無口くんって呼んでも怒らないよね。優しいんだ。ん？何でも聞いて。知ってることなら何でも答えてあげる。どこかで反物質レギオンの爆弾が見つかったとかで、安全のために一旦ラフを封鎖して、その爆弾の処理が終わり次第解放するって聞いたけど、本当かな？何にしてもお上は何も教えてくれないまま、私に竜雲渡しにいる人たちを避難させるよう指示したの。知り合いじゃないよ。羅刹とあんたに会ったのほとんど同じタイミングだったし、でもどこかで会ったことがあるような気もするんだよね。ちょっと見覚えがあるというか、どこだったかな。私について言うことなんて、そんなに長くはないかな。でも私は昔から厳格な運気式訓練を受けてるんだ。私の両親は妖精じゃ有名人なの。そうじゃなければ私は生まれてなかった。だから生まれた時から二人は私を厳しく教育してきたんだ。新兵だからって見くびらないでよね。うん、行ったことある？妖精とラフにはそれぞれの特色があると思うんだよね。今はラフの運気軍にいるけど、妖精の方が好きかも。リーダーで言えば、ケーゲン将軍より妖精の女将軍の方が頼りがいがあると思う。今言ったことは忘れて、何も聞かなかったことにして。おやす将、なんで君まで？避難誘導するよう指示があったの。ほら、後ろにいる人たちを見て。ここは危険だから早く彼らを連れ出さないと。ああ、分かってる。こっちも仲間がモンスターに襲われてさっき救出したばかりなんだ。僕はしんがりを務めるよう命じられた。もうすぐ撤退するから君たちも早く行ってくれ。無口くん、なんで黙ってるの？危険があったら大声で叫んで。自分が戦えるからって一人で突っ込んだりしたらダメだからね。これなら遠慮不要だね。争いに意味はない。最強法を見せよ。騒ぎを起こしたくはない。よっ、未病を治すんじゃ。俺が守る。聖子諸実、同天元気、勝務一角。ランス戦闘準備。
美月の六層標。ここで誰かと戦ったようだな。魔音の身に落ちた運気具、こんなにもひどい変異が起きているとは。性格の影響か。あれ、ここに通路があったはずなのに、どうして。誰かが龍雲渡しの操作台をいじってコンテナで道を塞いだんだろう。おしまいだ。私、気候に関しては全然ダメで。待って、あんたなんでちょっと詳しそうなの。僕は商人だから、ここには何度も来たことがあるんだ。君は運気軍なのに、この辺りの道に詳しくないのかい。妖精から派遣されたばかりだって言ったでしょ。ここにはあんまり来たことがないの。操作台ってどこにあるの。あれじゃないか。どれどれ。おお、ラセツ、あんた目がいいんだね。これで万全だ。騒ぎを起こしたくはない。タッ、ボコボコにするよ。ダッ、直してやろうか。トリア、槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。争いに意味はない。やっ、思い知らせてあげる。帰ってみよう。自分の意志で結末にたどり着いてみせ。これで万全だ。孫悟の意志よ。一子同人にな。下手に動くな。ボコボコにするよ。ランス先手。騒ぎを起こしたくはない。タ、生死虚実、一同天元家、聖武一角。はっ、神秘である。帰ってよ。くらえ、最強剣法を入れよ。守る。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。重傷じゃの、トリア。争いに意味はない。解散しよう。見せてやろう、強炭の薬よ。助かった、ありがとう。騒ぎを起こしたくはない。やっ、この程度か。
思い知らせてあげる。行かない。争いに意味はない。生死虚実、同点元気、超無一角。直してやろうか、トリア。この程度か。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。過ぎ去ったことは重要ではない。よかった、精査が残ってる。この精査はどこに行くんだ。路線を見るに終点は制作会の中枢だね。うん、そこまで行けば私たちも安全だよ。うん、さあ乗ろう。早く制作に乗ろうよ。え、まだ何かあるの。わからないけど多分大丈夫だと思う。細かいことはここを出て安全な場所に着いてから考えよう。制作会に着いた後は専門の避難部隊が迎えてくれるはずだから、その人たちについていけば大丈夫だよ。こんな時に聞くことじゃないと思うけど。気にしないで、運気軍としての務めを果たしただけだから。神からの指示にもよるけど、まだ避難してない人がいたら戻ってくるかも。分かった、でも早くしてね。早く出発しよう。おう、何でも聞いてくれ。いや、何度か見かけたことがあるくらいで詳しいわけではないよ。何を言っているんだい。ここを離れられるならどこに行っても構わないさ。僕は興味を持たれるほどの人間ではないと思うけど、ここまで来たら状況に合わせて動くしかないだろう。幸い僕は商人としての登録を済ませているから、泉州での衣食住が政策で優遇されている。長居しても何の問題もないというわけさ。それにあのお嬢さんが言っていたんだ。もし僕が港から出られなかった時は近場を案内してくれるとね。実はまだ泉州での取引がいくつか残っているんだ。当初は商談鳴海の定雲さんと商談をするつもりだったけど、今となっては無理だろうね。既存の取引は利益が少ない上にカンパニーを通しているせいで、さらにいくらか差し引かれてしまうだろう。唯一直接宝庫と行う取引には価値があるかもしれないが、礼を言われるほどのことではないよ。じゃろ。